さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、ダイソーに行ってきて、皆さんからねリプをいただいてたあの人気商品と、あと足りないものだったり気になるものを買ってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。まずはこちらです。これがクリーミーチークで、こっちがクリームアイシャドウです。それぞれ3色ずつ買ってきたんですけど、5色展開で、まあ、気になる3色を買ってきました。5色買おうかなと思ったんですけど、今回量が多かったので、ちょっと厳選した感じで買ってきました。スウォッチは別の動画でまたしたいなと思っているので、楽しみにしてくれたらなと思います。あとはこれです。どっちもグロスなんですけど、こっちがねケースに入っている感じのグロスで、こっちがチューブタイプのグロスになります。で、同じ色をそれぞれ3色買ってきたので、こっちとこっち違うのかなっていうのを見たかったので買ってきてみました。これもまた明日かなの動画で装置したいなと思うので、楽しみにしてくれてたらなと思います。多分ね、どっち買ったらなんていうのかな、いいのか分かんないかなと思ったし、あとこっちなんかはもしかしたらチークとかにも使えるんじゃないかなって思ったので、それも踏まえて使ってみたいなと思います。で、コスメ系最後がこれです。ファンデーションを1個買ってみました。これはオークルなんですけど、これは3色展開でした。こんな感じで、これがね200円だったかな、200円だったんですけど、このエスポルール系のコスメラインで全部ちょっとメイクしてみたいなと思ったので買ってみました。これもアイシャドウとかと一緒にかな、レビューしたいなと思っているので、待ってくれたらなと思います。ここからは気になったものを買ってきてみました。まずはこれです。樹皮イヤリングってやつで、わかるかな、スプーンとフォークの形になってます。これ200円だったんですけど、可愛いなと思って買ってきました。オムライスだったり、あとは猫かな犬かなもあったんですけど、こういう感じのなんていうの、イヤリング、この透明タイプのやつはこうイヤリングっぽくないし、あんま痛くないんですよ、これつけてても。で、逆になんか落ちても気づかないんですけど、まあ200円だしいいかなと思って買ってみました。これこういう系の種類たくさん増えたらいいなと思いました。次はこれです。ミニレターセットです。これがブルドッグ柄で、これがねコスメっぽい感じの可愛い感じからで、これがハートのネオンミニレター3つともらしくて、こんな感じで、私すごいこういう感じの色大好きで、もう気づけば周りがネオンカラーばっかりなんですよ、買ってるものが。で、これもすごく可愛かったんで買ってきました。このタイプっていうのは、この大きさのレターセットってすごく役に立つので、まあこれの他にもいろいろ種類またあったんですけど、とりあえずこの3種類を買ってきてみました。次これです。これね、昨日マリリンさんの動画を見て買ったんですけど、保冷剤です。フルーツ柄のスイカとこの柄が私が行ったところにあったんですけど、このグレープフルーツっぽい感じかなの方を買ってきました。で、これから夏になるっていうか暑くなってくるので、これを冷やしといて寝るときに首とかに当てて寝ると、すごい私はなんていうの、すぐパッて寝ちゃうので、それに使おうかなと思って買いました。これお兄ちゃん家に置いておこうか、家に持って帰ろうか、すごい今迷ってます。次これです。お兄ちゃん家にウェットティッシュなかったので買ってきました。私ウェットティッシュ大好きっていうか、もう超使うので、言うてもうお兄ちゃん家とりあえず一旦出て、また6月の頭ら辺に帰ってくるんですけど、それまで今なくなっちゃうかなと思ったんだけど、1個だけとりあえず買ってきました。あとはこれです。これね、今日使おうと思ったんだけどね、あまりに帰ってくる時間がちょっとなんていうの、自分が想像してた1時間ぐらい遅くて、モニタリングを見たかったので使えなかったんで、今度またお兄ちゃん来た時やろうと思ったんですけど、このミキミニのお座りバスボールってやつで、このバスボムの中にマスコットが入ってるやつなんですけど、いやー、これやりたかったなーって思ったんですけど、また今度こっち来た時に使おうかなと思ってます。で、最後がこれです。梅カリカリ梅と種取って梅です。これは明日帰りの新幹線でボリボリ食べながら帰ろうかなって思ってます。はい、こんな感じで今回の100均での購入品は以上になります。今日で千葉は終わりで、明日からもう福島生活再スタートなんですけど、そろそろね車の免許取りに行こうかなって思ってるので、頑張ろうかなと思います。今回買ってきた新作コスメっていうのかな、のスウォッチ楽しみにしててくれたらなと思います。それを使ってね100均メイクもしてみたいなと思ってるので、何系がいいのかなって思って、なんか普通にナチュラルメイク系か、ギャルメイクとかハーフメイクとかオルちゃんとかいろいろあるじゃないですか、何系がいいのかなって思ったので、まあ、こんな感じしてほしいなっていうのがあったらコメント欄に書いてくれたらなと思います。
それではチョコバナナでした。バイバーイ。